皆さんこんにちは。アクアショップわさび水草チャンネルご覧いただきありがとうございます。今回は水草水槽の提唱の基本1、アマゾニアとアマゾニアバージョン2の比較について解説をしたいと思います。で、今回の動画なんですけども、例えばこれから水草水槽を立ち上げる方で、どのソイルを使ったらいいかよくわからないといった方、あるいは、ADA のアマゾニアを使いたいんだけれども、従来のアマゾニアとバージョン2、どんな違いがあるのか知りたいといった方、あるいはソイルを選ぶ時のポイントを知りたい、こういった方々にとって今回の動画は非常にお役に立てるのではないかなと思います。でも今回は、各メーカーいろんなソイル、銘柄あるんですけども、私自身が過去20数年にわたってアマゾニアを使い続けてきましたので、アマゾニアを使えばどんな、ことが起こって、どういうふうに、管理していけば綺麗な水系ができるのか、そのあたりもバッチリ蓄積ノウハウ持っておりますので、今回はアマゾニアに、絞って解説を進めていきたいと思います。実際正直なところ、アマゾニア使っていただければ、特に、問題ありません。良くも悪くも問題ありません。この良くも悪くもっていうのはね、後ほど解説するんですけども、基本的にアマゾニアで、ちゃんとした管理、しっかりとした管理、適切な管理をしていただくと、まず問題なく美しい水系は出来上がります。このあたり私自身が自信を持って進められますので、ぜひそのあたり最後まで、聞いていただければと思います。で、アマゾニアについても、実はノーマルタイプのアマゾニアとバージョン2とね、こう2種類あって非常に分かりにくいと。で、これを今回私自身、両方今まで比べてどういった違いがあるのかずっと検証し続けてきましたので、そのあたりも、詳しく解説をしていきたいと思います。で、まず最初に、一番分かりやすいイメージをちょっと持っていただくために、アマゾニアとアマゾニアバージョン2、ちょっと一言でね、両方とも一言ずつ、まとめてみたいと思います。まず、アマゾニア、従来の方、昔からあるアマゾニアの方ですね、こちら、とにかく栄養を詰め込みました。もうたっぷり入ってますっていうのが、アマゾニアの方です。で、一方で、アマゾニアのバージョン2の方は、こちらの方は栄養をちょっと抑え気味にしたソイル。でも、他社のソイルより、非常に栄養はしっかり入っていると。イメージというと、水草がしっかりと育つぐらいの栄養量は、残しておいて、不要な分はちょっとカットしました。こんなぐらいのイメージで見ていただくと分かりやすいかと思います。この辺でちょっと肥料濃度が違うんだなって思っていただくと、まず分かりやすいかと思います。これが大きな違いとなります。では次に、詳細な、メリット、デメリット、分かりやすくね、対比してみたいと思います。まず、アマゾニアの方の、メリットを挙げます。こちらは、水草の種類問わずにもりもり成長スピードも早くバッチリ育ちます。この点が、一番のメリットになるかと思います。で、一方、デメリットについては、栄養が多いということは、皆さんお分かりですよね。余った栄養が水槽の中に、ずっと溜まっていると、苔の餌になってしまって、苔が出て汚くなってしまうと水槽が、の恐れがある。100% じゃないんですけど、これも管理方法によるんですけども、ちょっとミスっちゃうと、管理をミスっちゃうと、苔につながるリスクがある。これが、アマゾニアのデメリットの一つ目。そしてデメリットの二つ目。こちらは、立ち上がり直後、水が白濁することが時折ある。ということです。100% を白濁するってことはないんですけども、時折水を張って、立ち上げ直後ですね。立ち上げ直後、バクテリアがしっかりと定着するまでは、水がちょっと白濁して濁ってしまう。これがデメリットになります。で、次に、バージョン2の方、メリット。これは、水を張った瞬間、立ち上げ直後から、水がピッカピカの透明になります。めちゃくちゃ綺麗です。このあたり非常に使いやすい。で、メリットの二つ目。こちらも管理方法が関わってくるんですけども、アマゾニアの方に比べると、苔の発生リスクを抑えることができる。で、アマゾニアバージョン2のデメリット。こちらにつきましては、水草の種類によっては成長が鈍くなる。これが、唯一のデメリットとなります。特に、私自身が感じているのは、前傾層の成長スピード。後ろの後傾層は本当に正直、そこまで変わらないです。しっかりと状態が上がってきた水槽でいうと、アマゾニアもアマゾニアバージョン2の後継層、中継層、シダ系も含めて成長スピード、特に、問題なく同等のレベルをキープしております。ただ、前傾層の成長スピードだけは、やはり、従来のアマゾニアの方が早いかと思います。なので、この点がちょっとバージョン2のデメリットかなと思います。
はい。まあ、このような感じで、ちょっと細かいところは割愛させていただいてるんですけども、こんな感じで、まあ、メリット、デメリットを比べていただくと、まあ、おおよそイメージがね、つくかなと思うんですけども、まあ、これちょっと見ていただくとわかるんですけども、バージョン2の方が丸がちょっと一つ多いかなっていう感じですよね。まあ、そういうこともありまして、私自身、今現在、当店で展示している水草レイアウト水槽、合計で今稼働させている分、ちょっと空っぽの水槽とかもあるんですけども、稼働させている分で言うと、まあ、テラリウム水槽はちょっと別として、6台、稼働させております。まあ、そのうちの5台、もうほぼほぼ全部なんですけども、アマゾニアのバージョン2を使っております。まあやっぱりね、この丸の数がメリットが多いということでバージョン2を使っております。まあ最初私自身もちょっと掴みどころがなかったところもあって、まあ積極的におすすめとかはしてなかったんですけども、まあ最近、もうバージョン2の使い方のコツであったりとか、性質を把握してきましたので、ちょっとバージョン2の方を、ほぼほぼ今使っております。まあ、私も、まあ、やっぱり慣れてくるとバージョン2を使いやすいなと思ってきまして、結局のところ、どっちがいいのって言われたら私は Amazon バージョン2をおすすめしておきます。はい。で、ただバージョン2、これね、今まで Amazon 屋でずっと慣れてきた方にとっては成長スピードが物足りないと感じられる中級者、上級者の方も実際おられると思います。なのでそこは栄養バランスを取ることによってカバーできます。で、これも非常に重要な話なので、ちょっとね、比較をしておきたいと思います。で、アマゾニアの場合、先ほどもご説明いたしました通り、とにかく栄養が多い。なので、管理方法としては、そのまま行っちゃうと栄養が過剰気味になっちゃって、コケにつながる可能性がある。なので、水替えをとにかく頻度を上げていく。なので、余った栄養分を追い出すという作業がなります。なので、アマゾニアはどちらかというと、引き算で管理していくイメージとなります。まあ、イメージです、あくまで。まあ、アマゾニアバージョン2の場合は、その分栄養がちょっと抑え気味になってますので、場合によっては栄養が枯渇する速さ。まあ、最初は一気にバーっといっても、徐々にこうね、水草水槽というのは、ソイルの栄養がなくなってくると若干下降線を辿ってくるんですけども、その下降線になる、段階がちょっとアマゾニアより早いかなというイメージがあるので、しっかりと液体肥料で足していくという作業があります。まあ、もちろんアマゾニアの従来の方を使ってもらっても、液体肥料の添加は必ず必要になってくるんですけども、そのタイミングがどちらかというと、アマゾニアバージョン2の方が早くなってくると。まあそういうこともあって、逐次水草の状態を見つつ液体肥料の量を、足していくと。なのでイメージといたしましては、こちらは足し算になります。バージョン2の方は。肥料を後から足していく。まあこんな感じのイメージになります。引き算と足し算を、の違いがあるということです。じゃあこの引き算と足し算、どっちが管理しやすいかというと、皆さんだんだん気づいていきますよね。やっぱりこの水替えで追い出す作業と液体肥料でプシュプシュっとね、こう追加する作業、どっちが楽かなっていったところになりますよね。なので私自身も今ちょっとバージョン2をメインで使うことになってるんですけども、やはり液体肥料で管理した方が、まあ、なんというか、楽です。楽って言ったらあれなんですけど、まあ、もちろん、バージョン2だからといって水替えをしなくていいってわけではないんですけども、どちらかというと栄養が抑え気味になっているので、足し算で、水槽の中の栄養バランスを取っていくので、非常にやりやすいかなと思います。最後にまとめをしておきます。まあ、こういった方々にとって、どちらを選べばいいのか。まず、アマゾニアの方なんですけれども、とにかく、換水気になりませんっていう方、もうバンバンやりますよという方。で、その分水草はとにかくもう栄養もりもりで、育てたい。とにかくスピード勝負。もう一気に育て上げたい。っていう方は、アマゾニアがいいかなと思います。で、一方で、アマゾニアバージョン2の方、まあ初心者の方は、とかビギナーの方はもちろんもうバージョン2を選んでいただいた方がいいと思います。あるいは立ち上げ直後の換水頻度を落としたいなとかね。まあ、あまり、水替えにかかる時間を、多く割きたくないっていう方は、バージョン2で立ち上げされるといいかなと思います。まあ、もちろん、従来のアマゾニアの方も、バージョン2の方も、まあ、立ち上がった後はそんなに、管理の、度合いには差はありません。立ち上げの時ですね、主にかかるのは、やっぱりアマゾニアの方は、立ち上げ直後からバンバン水替えをしていってっていう感じになりますし、まあ、アマゾニアバージョン2の方はそこまで換水頻度いらないです。まあ、換水頻度にしましてはね、また、別の、ところでお話をしたいと思うんですけども、まあ、その辺は、立ち上げはバージョン2の方が楽かなと思います。
あと、アマゾニアの従来の方につきましては、やはり生産数が非常に限られておりまして、もう商品があるときとないとき、これが非常にこうね、欠品期間が長かったりとかするので、まあこのあたり手に入りづらいといったところもありますので、まあアマゾニアバージョン2でしたらね、常時、どちらのね、特約店さんにも在庫あると思いますので、まあ思い立ったときに使えるといったところもありますので、まあ、そのあたりはね、バージョン2、いいのかなと思います。まあ、結果的に私自身かなりバージョン2を押してはいるんですけども、まあ、やっぱり慣れてくるとバージョン2かなっていったところですかね。もう、液体肥料でバランス取れるといったところもあるので、まあ、このような感じで、皆様のスタイル、そして、熟練度、に合わせて、アマゾニア、もしくはアマゾニアバージョン2、どちらかを好きな方を選んでいただければと思います。今回は AD のアマゾニアについて、解説をしたんですけども、まあ、お近くに AD 特約店さんがないとか、アクアリウムショップさんがないといった、方のために、水草水槽で、まあ、使える、別メーカーのソイルも、下の、概要欄のところにご紹介しておきますので、まあ、もしよろしければそちらの方も見ていただければと思います。まあ、今後またこの提唱の基本シリーズ続けてまいりますので、また、提唱ベースのお話であったりとか、またね、ソイルのもっと、深いところの話もできればと思います。継続的にわさび水草チャンネル見ていただければ大変嬉しく思います。で、今回のアマゾニアについてもし何かご不明な点とか、まあ、こういったことについて解説してほしいみたいなことがございましたら、下の書き込み欄からご質問いただければと思います。まあ、その際お一人様ずつ、すぐに回答をお出しするということができかねるんですけども、まあ、今後提唱の基本シリーズの2番、3番とかで、同様のご質問が多くなってきた際には、回答を出させていただければと思います。で、もし今回の動画お役に立てたってことがございましたら、わさび水草チャンネル登録いただければ大変嬉しく思います。では今回はこれで終わりたいと思います。ありがとうございました。